モニター開発って50代以上モニター専門家モニケンです。さて、今までひたすらにモニターはいいぞという動画を上げ続けてきましたが、でもね、モニターになってない人実はいますよね。特にテレビでゲームをしているそこのあなた、もったいねえ、もったいねえよ。学生だったり PC を持ってないから家庭用ゲームでしか遊ばないっていう人は、ゲーミングモニターを買う人は少ないと思うんですよね。っていうか、テレビでも普通にゲームできるし、ゲーミングモニターいらなくねって思ってる人いますよね。違うな、ダル。ゲーミングモニターとテレビでは大きな違いがあるのだ。そう、ゲームで高みを目指すなら絶対にゲーミングモニターなのだ。というわけで、今回の動画のテーマはテレビでゲームをしない方がいい4つの理由。先に言っておきますが、僕は家庭用ゲーム機でもゲームのジャンルによってはゲーミングモニターを使うべきだと思います。ゲーミングモニターを使うべきジャンルは FPS、TPS、アクション、格ゲー、レース、あとは音ゲーとかですね。動きが激しくてスピード感のあるゲームはゲーミングモニターめちゃめちゃ有利です。逆に剣と魔法の RPG だったりシミュレーション、マインクラフトみたいなクラフト系のゲームはテレビでも問題ないです。ではなぜゲームによってテレビではなくゲーミングモニターが必要なのか、その理由をこれからお話ししましょう。まず最初に某スーパー破壊より寄せられた質問がこちら。スイッチとか PS4 なんて 60fps しか出ないんだし、ゲーミングモニターみたいな高リフレッシュレートいらなくね。それはその通り。テレビだって 60Hz のリフレッシュレートは出るので、正直リフレッシュレートっていう面だとスイッチや PS4 のような家庭用ゲーム機をやる分にはゲーミングモニターを使う理由はありません。いくら 240Hz の高リフレッシュレートのゲーミングモニターを持っててもゲーム機側にそれを出力する機能がないなら何の意味もないです。ではなぜゲーミングモニターを使うべきなのか、それには4つの理由があります。その中の大きな理由に2つの遅延があります。テレビでゲームをしない方がいい理由、1つ目、応答速度の遅延。応答速度っていうのはテレビやモニターの液晶の色が変わる速さのことです。これが速ければ速いほど動きの速い映像でもブレずにはっきりと視認できるようになります。いわゆる残像感が少ない映像っていうのがこれですね。この応答速度がテレビは遅いです。海外サイトの実測値のデータだとだいたい10ミリセカンド以上、使用書よりも若干遅くなるらしいですね。古いテレビだと20ミリセカンドだったり30ミリセカンドだったりっていうものもあるので、古いテレビを使ってる人ほどこの応答速度遅い傾向にあります。あとテレビのサイズが大きくなればなるほど応答速度は遅くなります。一方ゲーミングモニターの応答速度、これはだいたい1ミリセカンド、遅いものでも3ミリセカンド以下が普通ですね。この応答速度の差が FPS や TPS、 あとはアクションなんかをやる上で結構ね違いを感じます。特に古いテレビを使ってる人、50インチとかの大画面のテレビを使ってる人はかなり損をしてるので、ゲーミングモニターに変えると応答速度の違いにねびっくりするはずです。あとテレビは応答速度が記載されてないっていうものが多いですね。なのでゲームを快適にできるテレビを買おうって思ってもゲーム用のスペックが記載されてないので選ぶのが難しいんですよね。これもテレビがゲームに向かない点の一つです。ちなみに応答速度については僕の動画で詳しく解説&実機で検証しているので、よかったらこちらも見てください。 URL は概要欄から飛べます。そして2つ目の違いは入力遅延。この入力遅延がテレビとゲーミングモニターの一番の違いと言ってもいいですね。入力遅延っていうのはゲームのコントローラーでコマンドを入力して、それがゲーム機を通ってモニターの画面に表示されるまでの時間のことです。攻撃が来た、右に避けようと思ってコマンドを入力してもキャラクターが右に動く前に攻撃に当たってしまったっていうのは入力が遅かったわけじゃなくて、攻撃が来たと思って右のコマンドを入力した時にはもうすでにね、実はゲームの内部的には攻撃が当たった判定になったんですね。これが入力遅延。テレビっていうのは映像をきれいに映すためにあります。なので映像をねきれいに映すのは得意です。ただ入力に対して素早く表示するっていう機能には特化してません。なんなら映像をきれいに映すためにテレビの内部でねグラフィックの処理とかをしてるので、むしろ表示は遅いです。一方ゲーミングモニターっていうのはゲームのためのモニターなので、ゲーム機から来た信号通りに素早くパッと表示することができます。だいたいこの入力遅延、テレビだと30ミリセカンド以上、遅いものだと100ミリセカンドを超えるっていうものもあります。リフレッシュレートが 60Hz だとすると6フレーム以上、それだけ遅れてたらゲームスピードが速い FPS や TPS、 アクションみたいなゲームだと思った通りに動けないのは当然です。しかしゲーミングモニターはこの入力遅延ほぼない、だいたい 0.1 ミリセカンドぐらい、
ないと言ってもいいレベルですね。テレビとゲーミングモニターの入力遅延は応答速度と比べても圧倒的です。実際にテレビからゲーミングモニターに移行してもどっちの遅延の影響かっていうのはわからないと思うんですが、あれ弾が当たるぞとか、なんか動きが良くなったなとか、そういう感覚的に遅延の差を感じることはできます。僕は FPS をよくやるんですけど、いや今の当たっただろうとか、俺の方が先に撃っただろうみたいなのがなくなって、すごいストレスフリーでゲームができます。そしてテレビでゲームをしない方がいい理由3つ目、ゲーミング機能の有無。ゲーミングモニターにはゲームを有利にプレイするための機能が搭載されてます。例えばコントラストを調整して暗闇を見やすくしたり、画面の中央にクロスヘアの照準を表示して腰打ちとかのね精度が良くなったりとか、あとは残像感をグッと低減したりとか、そういう機能がね搭載されてます。こういった機能は使いこなすとかなり便利。そして4つ目、最後はサイズ。テレビってねでかいんですよ。まあ使ってるテレビにもよりますけど、40インチ以上、それくらいのテレビを使ってる人って多いんじゃないでしょうか。画面がでかいということは、その分入力遅延も発生しますし、応答速度も遅くなります。さらに FPS とかだと画面端の敵へのね反応とかが遅れるんですよね。見なきゃならないとこが広すぎるのは FPS とか TPS だとデメリットです。なので24インチ前後がベストですね。実際 FPS のゲームの大会とかでも24インチ前後のゲーミングモニターが使われています。ただ RPG とかシミュレーション、そういったゲームはゲームへの没入感っていうのが重要になってくるので、大画面むしろおすすめです。まあそもそも RPG とかシミュレーションっていうゲームに関しては応答速度や入力遅延の差でゲームプレイに差ってのはほとんど出ないので、ゲーミングモニターを使う必要もあんまりありませんけどね。大きな理由は今の4つなんですが、あとはおまけというか、まあ、ちょっとしたメリットはあります。例えば親兄弟とテレビの取り合いにならない。やっぱり家族と住んでるとゲームをテレビでしたいって言っても親がテレビを見たり兄弟が別のゲームをしていたりで自由にプレイできないんですよね。その時も自分のモニターがあれば何も気にせずプレイできます。最近だとスイッチはテレビやモニターがなくてもプレイできますけど、やっぱり携帯モードよりテレビモードの方が快適にプレイできますからね。そして部屋にモニターを置けば深夜や早朝でも親にバレずにこっそりゲームができます。親の目を盗んでやるゲームってなんかめちゃめちゃワクワクしませんかね。超楽しい。なので学生でもお年玉やお小遣いを貯めて買う価値十分あります。ただやりすぎて親に怒られないかどうかだけは気をつけてください。あとこれって意外に勘違いしてる人多いんですけど、価格について、テレビとゲーミングモニターの価格は大体同じぐらいです。テレビはテレビ見れる分高いかなと思うかもしれないんですが、むしろ 240Hz や 144Hz の高性能なゲーミングモニターはテレビよりも高いです。ただこれは同じサイズの話なので、実際にテレビで使う40インチだったり50インチっていう方になってくるとテレビの方が値段は上がっていきますね。まあ家庭用ゲーム機をプレイするゲーミングモニターぐらいなら1万円ちょっとからあるので、学生でも十分買える値段だと思います。というわけでテレビよりゲーミングモニターを使うべき理由について説明させていただきました。テレビからゲーミングモニターに初めて移行するとほんと快適さに感動を覚えるレベルで変わるので、ぜひ皆さんゲーミングモニター試してみてください。ゲームの成績もきっとアップするはず。スイッチや PS4 用の 60Hz 以上のゲーミングモニターぐらいなら、まあ、1万円から1万5千円くらいで売ってるので購入のハードルも比較的低いです。ただ今後発売する PlayStation 5は 120Hz の出力に対応してるんですよ。 120Hz に対応してるゲーミングモニターは最低でも2万円以上になってくるので、これはね予算と相談してください。ただ今まで 60Hz でやった人が 120Hz のゲーミングモニターに移行するとマジで世界が変わります。ちなみにプレステ5のゲーミングモニターについてはこちらの動画で紹介しているので、よかったら見てみてください。またプレステ4やスイッチにおすすめのゲーミングモニターについては僕の動画で紹介しているので、そちらもぜひ見てください。 URL はプレステ5の動画も含めて概要欄に貼ってあります。そんな感じで今回の動画を終わらせていただきたいと思います。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またゲーミングモニターについては僕が運営しているブログモニケンでも紹介しているので、そちらもぜひご覧ください。 URL はこちらも概要欄から飛べます。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!